はいどうも、ましろチャンネルです。本日は前回入荷してきました、こちらの GS グローブ、自分用に使うものをですね、一つ型付けしていこうかなと思います。で、今回はこのクロスタイプ。本体カラーは同じ赤オレンジで、キャラメルレースの方とブラックレース、2種類あるんですけど、これをどちらか自分で使う用で型付けをしようかなということで考えた結果、やっぱキャラメルのこっちでいこうということで、本日はこちらを型付けしていきます。で、今回はこのクロス、新しくこの当て挟み型で採用したので、これがどうなっていくかっていうのもお伝えしていきます。でですね、今使ってるのがこのキャラメルの A チューブなんですけど、これをクロスにすることによって多分ですけど、完成形はこっちの方が深くなると思います。 H の方がしっかり開くので、こっちはちょっと奥ポケットが強くなるように仕上がってくるんじゃないかなというふうに思ってます。今回水もみということで、こちら水に入れて早速やっていきます。はい、というわけで早速水に入れていきます。結構今回は冷たいですね。ぬるま湯ではなく今回は水だと思います。水筒から出して少しだけ時間経ってるんですけど、かなり冷たいと思います。で、形をつける前の硬さはこのくらいです。 GS 最初めちゃくちゃ硬いんですけど、型付けで硬さを柔らかめにするか硬めにするかあるんですけど、自分軟式での使用なのでちょっと柔らかめにいつもほぐしてます。早速水に入れてやっていきます。はい、こんな感じです。で、絞って揉んでいきます。はい、というわけで早速揉んでいこうと思うんですけど、今回はですね、初めてのこの当てはさみのクロスっていうのもあるので、どういう形になるかもちょっと確かめながらやっていこうかなというふうに思います。お客さんの分も何個か片付けをしないといけないんで、この後それに生きるようにやっていきます。まずは土手をほぐしていきます。で、次に親指小指をつけていくんですけど、この時に公式だったらこのくらいとか軟式だったらこのくらいっていうのは自分の中でちょっとあるんで、今回軟式なんでちょっと時間かけてほぐします。で、いつも通り親指は3本目に向かわせてつけます。ここですね。クロスとはお話ししたんですけど、もともとこれ自体は補給面が広いタイプなんで、がっちり奥で掴むだけっていう感じじゃないと思いますね。どっちかっていうともう1個のバスケットの方がそっちに仕上げやすいかなというふうに思ってます。これは比較的に手のひら補給がしやすいグラブになってますので、それが少し深くなるっていうのをイメージするといいかなと思います。で、親指小指のここを折っていきます。ここを折って、まず開閉動作をできるようにした後に、残りの指を背面からへり側から折っていきます。で、その時に少し補給面を押さえて、もうこの時から浮かないように意識します。ちなみに今日この後サブチャンネルで片付けするお客さんの分はですね、ウォータースチーム片付けのご希望だったので、またそれも違う反応が見れるかなと思います。ウェブをほぐします。クロスはちょっと H よりもここが紐が入ってて強いので、 H よりも少しほぐしますね。紐がある分強めに揉んでおきます。最近クロスのグローブあんま使ってないですね。そしたら一度手を入れて、やっぱりこの時にもう顔がこっちが広いんですよ。なのでそこはそんな変わらないんですけど、やっぱりこのウェブ下が少し違うので、その開き具合は変わってくるかなと思います。次は体重をもう一度かけていきます。で、この時に少し補給目を押さえて体重かける。で、背面から折っていくんですけど、補給面だけを折ろうとするとやっぱり連動性がなくなってしまうので、背面からしっかりと曲げるっていうのが最近の片付けをしている中でのポイントかなというふうに思います。内側だけを折るというよりかは背面からしっかり角度をつける、これを最近意識してます。そうするとグラブが閉じやすくなって、連動性が上がるというふうに自分は感じてます。で、今現状こんな感じです。やっぱり H とは少し形が変わってきますね。ちょっとこっち側につけやすいというか、つきやすいのかもしれません。 H だったらもうちょっとここがパッて開くんですけど、少し変化はあると思います。こんな感じです今。で、次補給面叩いていきます。この GS グローブに関してはキャッチャーも内野も外野も全て補給面のこの間に当て側っていうのを入れてて、ぴったりと張り付くようになってるんで浮きにくいと思いますね。他のメーカーよりもぴったりと張り付くようになってると思います。はい、で今形がこんな感じです。この5本の指がしっかりと中央に集まってくるっていうのが自分結構いつも使ってるグローブと一緒なんで、そんな感じに仕上がってます。では続きましてボールを入れて体重をかけていきます。これでポケットを作ってキャッチボールできるようにしていきます。でこの時にいろんなところに、自分の場合はいろんなところにボールを入れて1個だけじゃなくてこっちでもしっかり使えるように体重かけます。あとまあ GS の特徴としてもう1個なんですけど、もともと中はタイト設計にしてもらってるんですよ。なので今自分の手にこう合わせていってる感じなので、最初はもっと狭いんですけど今自分のサイズ25センチぐらいに肩付きをしながらなっていってるって感じになります。なので手の小さい、中学3年生でこれから部活引退して高校に上がる選手も緩いってことは絶対ないと思います。タイト設計になってるんで、それは感じていただけると思います。はい、こんな感じですね。こっちも広いんですけど、ここがポケットになってくると思います。少し補給面なじませていきます。はいで今現状こんな感じです。やっぱりですね、今片付けて思ったのは H の時とは少し開き具合が変わってきますね。お見せするとまずこれが今のクロスのタイプで、同じく自分がつけたやつなんですけど H がこんな感じです。やっぱりこっちのが使ってるのもありますけど開きやすい、こう開きやすくて、クロスはこういうイメージかなっていう気は今しました。やっぱここがですね通ってる通ってないで違うのかなっていう気もします。ではこれで乾かしまして、また乾燥させて水分抜けましたら叩いて揉んでオイルを塗ってどうなったか、これからお伝えしようかなというふうに思います。では今この状態で陰干しでこのような感じで吊るしておきます。では数日後へどうぞ。というわけであれから数日経ちまして、グラブの方が乾きました。形がこんな感じです。ちょっとやっぱりですね H よりもこの中心ポケット、この辺に補給ポイントが来て、ちょっと形もですね H と違うかなっていうふうに思います。っていうのでこれをまた次回実際に今度使っていこうということで、このクロスになった当てハサミどうかっていうのを見ていこうかなと思います。っていうので GS の当てハサミのクロスウェーブの片付けを行いました。そして今月のプレゼント企画はこちら SSK の公式トレーニンググラブになります。こちらは小さいグラブで正確な捕球を身につけるための野球ギアとなっております。こちらチャンネル登録とコメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。当選発表は7月最後の動画で行いますので、どしどしコメントよろしくお願いします。コメントは何でも OK です。そして自分らが監修している GS シリーズのグッズも販売されております。グローブ、スパイク、T シャツなど動画の概要欄から購入できますので、ぜひチェックしてみてください。夏に合わせた T シャツも販売されてますので、ぜひよろしくお願いします。詳細はモンタナスポーツさんのホームページからチェックしてみてください。おーりよっしゃ。